2006年ローズボールで行われたイングランド対スリランカの2020の試合より2020はクリケットの試合形式の一つである従来のクリケットと違い短い時間で試合が終わるという利点がある観客数が伸び悩んでいたイギリスのクリケット団体はこの形式を採用し観客像を試みているイングランドウェールズクリケット協会で2003年に 投入した。オリンピック競技への復帰を目指す国際クリケット競技会はこの形式での採用を目指している。オリンピックのクリケット競技も参照。2020は両チームともに1イニングのみ20オーバー限定のルールである。試合は1イニング75分ずつで合計約2時間半で終わるため他の人気スポーツの試合と同じくらいの長さとなる。 観客やテレビ中継の視聴者に魅力的になるよう配慮され、その点は成功している。ただしイングランドウェールズクリケット協会は、2020が他のクリケット試合方式にとって変わるものではなく、引き続き協議されるものとしている。このルール発表後、様々な国でも導入されることとなった。国際大会では少なくとも1回はこのルールでの、 試合が開催され、国内大会でも試験的に導入されている国が多い。世界初の2020国際大会である ICCT20 ワールドカップは2007年に南アフリカにて実施され、インドがパキスタンを下し優勝した。インディアンプレミアリーグが現在2020としては最大規模で最も人気がある。現在ティ2 0インターナショナルには、 下記の58の国が参加している。また、国内試合で、2020形式を導入している国としては、イングランド、南アフリカ、ジンバブエ、インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、オーストラリア、ニュージーランド、西インド諸島、カナダなどがある。日本でも、ジャパンカップ、学生選手権、2013年開始の日本、プレミアリーグは、 2020形式で行われている。アジア競技大会では2010年より2020形式でクリケット競技が新設された。ありがとうございます。